皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。日本人は何かとアメリカやヨーロッパにあるものの真似をしたり、いいと思ったりしがちだ。たまにこんな声を聞きますね。確かにアメリカやヨーロッパで話題になったものは日本でも取り上げられますし、人気があるお店がオープンするとテレビや雑誌で特集が組まれます。しかし今、欧米ではあるスタイルを守り続けている日本の〇〇喫茶が一大ブームになっているんです。その〇〇喫茶はかなり昔に日本に誕生したもので、一時ブームになったものの、今ではその件数もかなり少なくなっています。今回はそんな欧米で一大ブームを巻き起こしている日本発祥の喫茶と、それに対する外国人たちの反応を私エレンがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。ずっと気になっていて、日本へ行ったら絶対行きたいと思っていたんだ。実際に訪れてみると、想像していた通りすごく素晴らしい空間だった。最高だったよ。これはその喫茶を訪れた外国人がツイッターでつぶやいた言葉です。この喫茶には絶対守らなければならないルールがあります。それは静かにすること。会話禁止というルールがあるところもあるそうです。喫茶店でありながら友達やカップルで楽しくおしゃべりをして過ごすことができないところ、それはジャズ喫茶。このジャズ喫茶がアメリカやヨーロッパで大ブームになり、新しい店舗が続々とオープンしているということなんですが、ジャズが生まれたのはアメリカ・ルイジアナ州のニューオーリンズ。ジャズの本場アメリカでも日本式のジャズ喫茶やジャズバーがブームになっているのです。早速外国人たちから寄せられた声を聞いてみましょう。こんな空間が存在したなんて、現代社会にはこんなタイプのジャズ喫茶やジャズバーがもっと必要だよ。以前日本へ行った時、東京のジャズ喫茶へ行ったことがあるわ。その時からアメリカにもこんなお店ができないかなと思っていたから、すごく嬉しい。今ではジャズといえば日本かもね。とにかく壁一面にずらーっとレコードが並んでいるんだ。1000枚2000枚、何枚くらいあるのかはわからなかったけれど、とにかく壁一面のレコードなんだよ。すごい数だった。ヨーロッパではあまり知られていないシンガーのレコードも置いてあって感激したんだ。レコードって1枚を聴き終わったらまた次のレコードをかけるってこと？ジャズ喫茶ではそんな面倒なことをしてるの？それがジャズ喫茶のいいところだよ。ジャズといえばアメリカだけれど、日本は本場を超えちゃってるね。日本のジャズ喫茶へ行ってみたいわ。ジャズ喫茶では喋ってはいけないって聞いたけど、本当なのかな？私が行ったお店は小さな声で静かに会話するくらいなら喋っても大丈夫だったけど、会話禁止ってお店もあるみたい。本を読んだりするのは問題ないみたいよ。すごく行きたいんだけど、一人で行っても大丈夫かな？浮いてしまうのではないかと心配だよ。一人で行くことは全く問題ないね。一人で静かにジャズを聴いているなんて、むしろクールだと思うよ。盆栽、茶道、書道、黙って静かにジャズを聴くジャズ喫茶には日本の伝統文化に通じるところがあるね。ジャズ喫茶には音楽を静かに楽しむというはっきりとした考え方がその基本にある。だからジャズ喫茶は今後もっと世界に広がっていくはずだ。日本のジャズ喫茶って本当に雰囲気いいよね。行ってみたいな。世界的にも稀な日本式のジャズ喫茶にとてもいい印象を持っているようで、行ってみたいと思っている人も多いようですね。ジャズ喫茶とは一般的に1000枚以上のレコードを揃えていて、性能のいいオーディオでそのレコードをかけジャズを聴かせてくれるというお店のこと。日本にジャズ喫茶が誕生したのは1930年頃で、全盛期は1960年から1970年頃。レコードくらい自分の家で聴けばいいじゃないかと思われるかもしれませんが、この時代はそれが簡単にできませんでした。当時レコードは高価なもの。この頃の物価を見てみると、ラーメン1杯が50円、コーヒー1杯が60円、そしてレコード1枚の価格はおよそ2500円。1960年代の初め頃、高校を卒業した人の初任給は1万1000円くらいでしたから、
レコードを1枚買うとお給料の2割以上がなくなってしまうことに。それに当時の住宅事情ではレコードを聴くだけでも気を使わなければならなかったそうです。当時アパートなどでは隣の話し声が聞こえるという状況だったそうで、思う存分音楽を楽しむことができなかったのだとか。そんな時代、ジャズ喫茶へ行けば1杯60円のコーヒーで 1,2 時間はジャズに浸ることができたわけです。ジャズを聴くためにジャズ喫茶へ来ているのですから、基本的に静かにするということになります。会話禁止は静かにするということよりも口論になることを避けるという意味合いが強いそうです。ジャズ好きが集まるジャズ喫茶、ジャズ愛が強すぎて来店者同士で口論が始まることも珍しくなかったそうです。それを避けるために会話禁止というルールを設けていたというお店もあるということだそうです。この会話禁止は現在でも店のルールとなっているところがあるとか。お店にもよりますが、来店者からのリクエストに応じてくれるところも。お店のマスターは来店者からのリクエストや流れている音楽を聴いている来店者の反応を見ながらかけるレコードを決めるのだそうです。いちいちレコードをかけ替えるなんて面倒くさいと思ってしまいますが、お店のマスターにとって次のレコードを選ぶということは腕の見せどころなんですね。レコードが高価で簡単に買うことができなかった、住宅事情を考えて家でジャズを聴くことができなかった、これらの事情から日本ではジャズ喫茶が誕生しブームになったわけですが、音楽を手軽に楽しむことができるようになった今日、欧米でジャズ喫茶が大ブームになり、新しいお店が続々オープンしているのはどうしてでしょうか。その答えが外国人のコメントの中にありました。そのコメントをご紹介しましょう。こんな空間を待ち望んでいたんだ。アメリカの場合、バーでは仲間でスポーツを見て盛り上がったりして、とにかくにぎやか、盛り上がることが当たり前だったから静かに音楽を楽しむって発想がなかったんだと思う。時間に追われる僕たちにはこんなゆったりとした空間が必要なんだよ。海外ではバーにとって録音された音楽は一つのツール、スポーツバーでは観戦している来店者を盛り上げ、会話を楽しむバーでは店の雰囲気を作り出すため、ダンスで盛り上がる時も音楽はダンスをするために必要なものということですね。日本のジャズ喫茶のように音楽を聴くために音楽を流すというバーはこれまで海外にはありませんでした。この日本独自の文化が海外で知られるようになったのは2010年頃からだと言われています。ジャズ喫茶を訪れた海外の音楽関係者たちが SNS でその魅力を発信したことがきっかけです。衝撃、みんなが黙ってジャズに耳を傾け聞き入っている、こんな店が世界に存在していたなんて感激だ。広い壁面を覆い尽くすほどのレコード、今では入手困難なものもある、すごい。このような音楽関係者のコメントを見た人々が日本を訪れた際にジャズ喫茶へ足を運び、その人々がまたジャズ喫茶の魅力を発信し、こうしてジャズ喫茶ブームが起きたということですね。日本のジャズ喫茶の魅力によって欧米ではジャズ喫茶が続々とオープンすることになったわけですが、そこには新型コロナウイルスの流行も影響しています。新型コロナウイルスの流行によって人々は他者との接触を避け、会話も思うようにできない状況に陥りました。そんな時代に黙って音楽を聴くという日本のジャズ喫茶のあり方は社会のニーズに合ったものと捉えられ、コロナ禍においても新しいお店が続々と増えているのです。しかしコメントの中には、音楽を楽しむなら生演奏、みんなで盛り上がらないなんてつまらないという声もありました。どうしてわざわざお金を払って録音された音楽を聴きに行くわけ？理解できないよ。じっと座って黙ったままレコードを聴くだけなんでしょ？家で聴けばいいじゃない。私は音楽を聴いて盛り上がりたいタイプだから、そんなところに行きたいとは思わないわ。そりゃあ壁一面にレコードが並んでいる図は確かにすごいと思うけど、それはそのレコードの枚数がすごいというだけのこと。黙って録音された音楽を聴く、この良さが僕には理解できないね。確かに静かに音楽を聴くということは自宅でもできます。今日では防音設備も整っていることが多く、昔のようにお隣さんを気にすることも少なくなりました。
しかしジャズ喫茶の音響設備にはかないません。音響設備だけではなく雰囲気や空気感、訪れてみないとわからない魅力がジャズ喫茶にはあるのです。日本のジャズ喫茶については本当に多くのコメントが寄せられていますので、もう少しご紹介しましょう。私の家の近くにもジャズ喫茶ができないかな。毎日でも行きたいわ。あのレコードジャケットって最高だね。本当にクールだ。レコードジャケットはデザインが素晴らしいし、あれはもうアートだよ。僕が行った日本のジャズ喫茶ではレコードジャケットをフレームに入れて壁に飾っていたんだ。それがすごくいい感じだったよ。この情報がもう少し早く伝わっていたら絶対ジャズ喫茶へ行ったのに。今度日本へ行った時には絶対行くよ。日本人のこだわりと探求心が日本のジャズ喫茶には現れていると思う。現在日本ではおよそ600軒のジャズ喫茶が営業していると言われています。これだけ外国人に絶賛されているジャズ喫茶ですが、日本に住みながら訪れたことがある人はあまり多くないのではないでしょうか。ジャズ喫茶ってなんとなく入りがたい感じがしますよね。しかしジャズ喫茶は喫茶店。お店に入ったら飲み物などをオーダーし、帰りたくなったらお会計を済ませて店の外へ出るだけ。一般的な喫茶店と同じです。気をつけることは大きな声で話さない、会話禁止の場合はそのルールに従う、携帯はマナーモードに設定しておく、もし長時間になったら追加オーダーをするくらいの心配りもあった方がいいですね。外国人が絶賛する世界的にも稀な日本のジャズ喫茶の雰囲気を実際に感じてみてください。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。